はい、どうもズビーベースマッケンです。今日はですね、このトライアンフ全塗装をするということなので、買った時にですね、スクランブラー欲しいってことで、なかなか玉がなくてですね、まあ仕方なくこの色を買ったって感じなんですけど、自分好みのカラーにするみたいですね。これも見納めになっちゃうんですが、何色にするのかお楽しみですね。今から塗装屋さんへ行こうと思います。そこの塗装してくれるショップさんなんだけど、124スタイルっていうショップさんなんだよ。昼間は内装屋さんが一応メインなんかな。某有名読者雑誌取材とかもなんかね、受けたような。そう王道です。腕は確かなんだと思う。画像だけ見せてもらったけど、すげえ上手だったからさ、俺も今度は塗装するとしたらお願いしようと思って。マジで今のまんま十分じゃない。あ、いや、外装もワンセット欲しいんすよ。あー、すごい。そうキャノピーはね、いずれ塗ろうと思ってる。キャノピーこそ自分で。そう、キャノピーとセローは時間ある時に綺麗にしようかなとは思ってるんだけど、セローはちょっと修理が必要だからな。ブレーキ、キャブぐらいで走れるかな。山遊び、川遊びしたいから、汚えまんまでいいかなと思って。綺麗にしちゃってもどうせぶっ倒すだろうしさ。まあ山川行った。2週間ぐらいはかかるかな、やっぱり。基本は単色だからね、ちょこっと俺の希望としてやってもらいたいとかっていうのは単色。頑張れ、苦しいね。あれ、しんちゃん、あそこじゃないよね、教習所ね。違うよ。あ、違うよね。乗りたくても乗れない。まだ免許取ってね。いやー、マジで気持ちいいな、これ。最高だね。まだ明るい40分くらいかな。それでまだこれよ。さあ、多分さ、バイク、そうそうだよね、バイクの帰り。トイメンのラーメン屋行った時、バイクいっぱいいたもんね。あ、来たぐらいの勢いで来てたら。そうだよね、絶対バイク乗ってる人だったらこっちじゃねえのかよってなるよね。そういえばさ、うちの玄関にさ、のカブトムシのメスが転がってたんだよ。ひっくり返っちゃっててさ、死んでんかと思ったらさ、足動いてたからさ、起こしてあげたの。そしたらまたひっくり返りやがってさ、もうね、ほっとしといてあげた。あれ本当ビビるよね、セミね。ビビる。すげえ自然の匂いがする。夏って感じだね。いや、空が綺麗だな。いいな。いいね。珍しいよね、大概暑さとセットで夕方は雨ってのは思うじゃん。夕方なんかその今日もあんなに暑くなって。あ、すげえ。今日は神谷の神谷向かい。あ、こんばんは。すみません。こんばんは。すげえうまいね、このコカ・コーラ。お、すごい。イメージは純正カラーなんですけど、ツヤのないなんかザラザラしマットのカーキで、まあ、全部これエンブレム取っちゃって、エンブレムもスムージーに、はい、塗装を大きく、はい、この辺から、まあ、このセンター、この位置で、大きく大きい方が、はい。あ、もうちょい大きく、もうちょっと大きく。自体とかも決まる。純正なんだけど、この書体で同じだよね。あ、そうですね。あ、ちょっと違うんだ。年式によって古い一番最初のトライアンフのザラ、これじゃあいいです。ここに目いっぱい入る感じ。あ、そうです。まあ、縦はもうこれに合わせて色はもう2億のものかな。チャンピオンそうなんですか。2億チャンピオンですか。2億チャンピオン。へぇ、ここでミニオンやって、 YouTube 撮影されちゃったけど、タンニャとは制作の人だとみんなで作業にしてでしょ。その時にこれ聞いたやつ。あ、サインやって。へぇ、お父さんの方が力入っちゃった感じですよね。お父さん力入って、お父さんは今ね、日本代表。え、ミニオンキャップ。お父さんが取ったチャンピオンキャップ。急な子供があの日本チャンピオン取った時のミニオンキャップで、はい、こっちがお父さんが
2018の東京大会で取って、こっちが2019のチャンピオンズクラスっていうところで優勝。ミニ四駆ってこんなだっけ？なんか俺知ってるミニ四駆違うぞ。四駆の系ね。そうそう。昔のこれだよね。ああそうですね。ああそうですね。そういう感じですね。これだよね。はい。今こんなワイルドスピードみたいな感じになっちゃってますよ。サスペンションがついてる。跳ねないっていう。うん。ジャンプセクションがあるから。ジャンプセクションがないっていうのはもうこういう風に。でそれはそれ専用のレースがあるんですか。そう専用の。ああ。もう 0.0 何秒で競う。それは子供だから。いやすごいですね。お父さん。お父さん。日本代表じゃ子供そうなっちゃう。セッティングは違うんだよ。もう大人が入れないところでセッティング出すから。って感じのこれを決めないとね。そうですね。え塗る場所はタンクと？タンクとサイドカバーとアクロタイヤ。あるね結構。そうです。あとこれと。そのシルバーのところ。はい。で模様をつけるのはタンクだけ。タンクとあとここの文字あんじゃないですか。できれば。契約っていうの入れてもらいたいんですけど、はい、趣味で CBX 作ったらアフロードで2面の取材ここさあこう来て、はい、ここで撮って別企画で2ページずつショップが出すみたいな一番ページになって次の月に月刊チャンプロードの方で、はい、モンスター軍団とか、はい、そういう特集があってカレンダーにまで載って面白いよ。ハーニーもいろいろあるかな。ありすぎてめっちゃあるね。ちょっと待てこの辺からかバラした方がいいですか。あ、どれですか。それ俺もみんなこう練習したと思う。あとは文字の色決まりました。はい、白白白、はい、じゃあ外しちゃうか。いいね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。すいません、刺さっちゃってこれ。いいそうね、ガラッと変わるね、やっぱりね。ここだけ気をつけて、艶消しにしちゃうとどうしても表面の粒子が荒れてるから、はい、強い当たりつけるとそこだけがちょっと光ったりするし、はいはい、まあ、それも味だと思って。そうっすね。でもいいね、この統一してるっていうのがね。いや、かなり、うん、やることなくなっちゃったんじゃない。これテンション上がるね。テンションばっかり上がる。行きます。じゃあすいません。すいません。ありがとうございました。また機会があれば多分僕もお願いすると思います。あ、文字ね。確かに。やっぱ気分最高。最高っす。これも楽しみの一つだよね。よし。じゃあ走り行きますか。はい。お疲れ様です。